さん、こんにちは。昨年の6月の評議員会、その後行われました理事会において、公益財団法人独立諸人団の理事長に、就任いたしました山中水国です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、第72回、独立書店についてこれからお話をするんですが、その前にちょっとだけ前置きとして話をさせてください。お正月早々起きました大きな地震、能登半島の地震でございますけれども、その地震で亡くなられた方、本当にご不幸なことでございましたが、哀悼の意を表したいと思います。また甚大な被害を受けて避難生活をしている方も大勢いまだにいらっしゃいます。その方々にもお見舞いを申し上げたいと思います。そのような中、これから私は独立書店という展覧会について話をさせていただきますが、この展覧会は我々独立諸人団という団体の諸の団体の主たる事業でございますので、どうかご容赦願いたいと思います。この独立書店ですが、今回第72回を迎えました。ということは72年の歴史を持っております。1月の11日にオープンいたしました。この展覧会はこの間ですね、3年間というものを非常に、コロナというものに悩まされて、十分な鑑賞の場を皆さんに与えることができなかったんですけれども、なんとか今年、そのような不安を少しでも和らげるような形で開催することができました。平常の形で、展覧会が迎えられて非常に嬉しく思っております。搬入総数の方もですね、展示数と聞いておりますけれども、例年よりも、例年といいますか昨年よりも12点ほど増えたということで、他団体が減少傾向にある中、本団においては微増ではございますが、増えたということで大変嬉しく思っております。この展覧会ですけれども、実はこの国立新美術館というのは展示室が10の部屋がございます。この10の部屋全室を借り切って行っている諸の団体は我々独立諸人団のこの独立書店のみです。他の展覧会等においては間切りしたりして自室は展示しております。我が団では全室を借りる、というのはですね、どうしてそういう全室を借りた展示をしているかというと、創設者であります手島雄慶先生のお考え、これに基づくところが大きいです。手島雄慶先生が提唱したですね、東洋独特の伝統を踏まえつつ世界に通ずる新しい書を発表していきたいということが、我が団の公益法人の定款の目的にございます。その目的に沿うべく展示したいということで、10室全室を借りて展示しているということでございます。そして、展示作品ですけれども、漢字かな、それから漢字かな混じり書、本段ではこれを現代文体書というふうに称しております。それから加えて篆刻もございます。これらの作品ですね、一人が非常に果敢に挑戦をして、この広い会場、広い壁面にですね、
一つ一つ一作一作の作品が美術品として展示されておりますので、この後ごゆるりとご観覧ご鑑賞いただきたいというふうに思っております。そして多くの皆様がこの国立新美術館にお越しいただけることを願っております。以上でございます。どうもありがとうございました。